道内で研究された7つの恐竜化石を一堂に集めた初めての展示会が札幌の北海道博物館で開かれています。今にも動き出しそうな迫力満点の恐竜化石。北海道博物館では道内で研究された7つの恐竜化石などおよそ350点を集めた特別企画展が開かれています。向川町で発掘されたカムイサウルス、通称向川流の実物化石も展示されています。 でかかった図鑑とかも家にいっぱいあるんですけどそれよりもいや、いやす,いやすごいなっていう <laughs> 圧巻な感じです新型コロナ対策で完全予約制の特別企画展、北海道の恐竜は来月14日まで北海道博物館で開かれています。